もう5時間目始まっちゃう。昼休みあっという間だ。それにしても今日すごい大雨だな。雷もやばいし、停電とかなったりして。あ、チャイムだ。さあ、授業。本当に停電した。ちょ、みんな大丈夫？僕は大丈夫だよ。その声はたかしって、昼なのに暗すぎない？なんでこんな真っ暗なの？ああ、多分作画の都合でしょう。ちょっとそういうこと言わないで。あ、よかった、すぐ復旧した。いやー、びっくりしたね。って誰？あれ、さっきまで隣たかしじゃなかった？え、僕たかしですけど。嘘つけ、なんでそんなバレバレの嘘つくの？いやいや、どっからどう見てもたかしでしょ。たかし要素しかないでしょ。むしろたかしよりたかしでしょ。何、たかしよりたかしって。第一、たかしは髪型坊主だし。ああ、これは今伸びた。早すぎる。停電してた数秒の間に何があった？なんて冗談冗談。僕の本当の名前は、ちょ、また停電。たかしもどき大丈夫？おい、偽たかし。まことくん大丈夫？その声はさくらちゃん。僕は大丈夫だよ。さくらちゃんは大丈夫？うん、でも怖いよ。大丈夫だよ、きっとすぐ復旧するよ。あ、ほら、よかった。さくらちゃん大丈夫？いや、どちら様？ツイッターのフォローもよろしく。あの、すいません、さくらちゃんは一体どこに？は？私がさくらなんだけど、好きな人の顔忘れるとか最低。マジありえない。もう二度と喋りかけないで、この虫野郎。口悪すぎなんですけど。さくらちゃんはそんなこと言わないよ。みんなこんなもんよ。どれだけいい顔してても裏では悪口三昧。可愛い顔したアイドルも、清楚が売りの爽やか俳優も。なんか嫌なことでもあったの？悩みがあるなら聞くよ。ちょっと優しくしたくらいでいい気にならないで。何？彼氏気取り？悩み聞いたらディスられた。何この子、1言ったら1000返ってくるんだけど。1000円くれるの？誠くん好き。わかりやすすぎる営業スマイル。ちょっと、もういい加減たかしとさくらちゃんを返してよ。神様お願いします。あ、本当に停電になった。たかし、さくらちゃん、まこと大丈夫か？たかし、その声は本物のたかし。たかし大好きだよ。何、愛の告白？返事は1週間待って。うわ、本物のたかしだ。まことくん平気？さくらちゃん、もうみんなどこにいたの？本当に心配したんだから。でもよかった、二人とも戻ってきてくれて。あとは電気が復旧するのを待つだけ。あ、電気ついた。たかし、さくらちゃん、呼んだ？もういい加減にして。どうも、パジャマルです。カノンです。誠くんと待ち合わせしてたはずなのに、なんか変なやつ来たんだけど。え、誰これ、プーさん？ものすごく凶暴で。パジャマルくん、しっかりして。僕はもうダメみたいだ。パジャマルくん、ダダダダダークヒーロー、打ち抜いて世界は今日も闇に生まれてゆく。ダークヒーロー忘れ